こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は欅の木を描きました。今日の動画の内容はこんな感じです。概要欄にタイムスタンプを作りましたのでご利用ください。今回私が描いた木はこんな形で、私の左斜め後ろから光が当たっていました。そしていつもは下書きはしないのですが、今回はスケッチブックに木の全体を入れたかったので鉛筆で最初に当たりをつけました。全く関係ないのですが、私が使っている短い鉛筆を長くする道具、これ名前なんて言うんですかね、ずっと昔から持ってるんですけど、先っちょの消しゴムの部分は取れてしまいました。で、鉛筆の芯の方を中に入れて持ち歩くと、キャップの代わりになって、どこかに何かを書いてしまったりしないので、とても気に入っています。それではペンで書いていきます。地面から木が生えるように下から書いていきました。枝がどうなっているか観察すると、手前に4本の大きな枝と真ん中に、1本、その奥にも数本の枝が暗い感じで見えています。自然のスケッチをしていていつも難しいなと思うのが木を描くことです。水面はもっと難しいけど、木を描く時もちょっと手が止まる感じがします。葉っぱが密集しているところでうっとなる感覚があります。それなのにスケッチの技法書を見ると、どの本もまず最初に一本の木から描いてみましょうなんて書いてあるので、結構難しいのになぁと思います。葉っぱの密集具合もそうだし、枝が上下左右、さらに手前に伸びたり奥に伸びたり、重なって見えていたりします。当たり前だけど難しいと思うものって複雑なものだと思うんですよね。で、スケッチは細密画と違って葉っぱを一枚一枚描いたりしません。描くものの、特徴を簡略化して表現する必要があるので、どこを簡略化するかというのを迷うんだと思います。ある本がとても参考になりました。それは透明水彩の本ではなくって、ガッシュを使った技法書だったけど、名前が、学校では教えてくれない風景スケッチの法則という本です。その中で風景を基本図形で置き換えるという項目があって、木の幹は円柱、葉が茂った部分は円で考えることを教えてくれていました。形だけではなくって陰影も基本図形で考えるといいみたいです。今日のおやつタイムはカスタード入り富士リンゴのアップルパイです。それでは色をつけていきます。はじめに全体にカドミウムイエローを塗っていきます。次に空の部分にホリゾンブルーを塗りました。葉っぱの間から透けて見える部分にも塗っていきます。葉っぱの部分にパーマネントグリーンナンバーワンとウルトラマリンを加えて塗りました。土と幹の部分にローシエンナとパーマネントローズを混ぜて肌色を作って塗りました。幹の部分は表面の樹脂が剥がれて、ところどころ内部の肌色が見えて面白い模様を作っています。幹はオリーブのような色をしていたので、ウルトラマリン7割、それとライトレッド2割、サップグリーンを1割塗りました。もう少し濃いグリーンを足します。パーマネントグリーンナンバーワンとウルトラマリンを、少し濃くして塗りました。さらに濃い緑を重ねます。サップグリーン6割、プルシャンブルー4割です。
そこへプルシャンブルーを追加していくと、どんどん青が強い緑になります。一番右の枝は苔が生えていて、黄緑というより黄色っぽくなっていました。水彩色鉛筆の黄色で塗りました。空の部分にもう少し濃くした水色を塗りました。ホリゾンブルー8割、プルシャンブルー2割です。土の部分に先ほど塗ったのと同じローシエンナとパーマネントローズをそのままパレットから取って重ねました。影の部分にはマースバイオレットを薄く塗りました。他に同じ公園内に梅の木とイチョウの木があったので描きました。また秋になり紅葉したら、これらの木を描きに行きたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やいいねをしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画で一緒にスケッチしましょう。さよなら。